皆さんこんにちは。元外務大臣で活躍した政治家の田中真紀子さん。田中真紀子の父田中角栄宅の火災が暴露した逆恨みの真相と、政界追放後に現在の職業や副業、3人目の子供の現在について紹介します。まずは田中真紀子さんの経歴とプロフィールから紹介します。田中真紀子は日本の政治家、実業家、越後交通代表取締役相談役、長鉄工業代表取締役会長、文部科学大臣、外務大臣、科学技術庁長官、衆議院議員、衆議院外務委員長、文部科学委員長、新潟放送取締役などを歴任した。日本で初めて女性で外務大臣を務めた。父は第64、65代内閣総理大臣の田中角栄、夫は防衛大臣などを務めた田中直樹。田中角栄は日本の政治家、実業家、建築士、衆議院議員、郵政大臣、大蔵大臣、通商産業大臣、自由民主党総裁、内閣総理大臣を歴任した。自民党内最大派閥の田中派を率い、日本列島改造論を計画実行し、他にも様々な政策を成し遂げたことでも有名であり、今大綱や影の総理など呼ばれ、多大な影響力を持った政治家として知られる。東京都文京区の故田中角栄元首相の旧邸宅で起きた火災で、全焼した火元の2階建て建物を実況見分した結果、1階の仏壇に備えられた線香が原因とみられると報じられた。大きく炎が上がるわけではなく、火力が弱い線香でも住宅が全焼するような火災につながるリスクがある。過去にも同様の事例が発生している。東京消防庁によると、2018年から22年の5年間で仏具用の線香が火元になった火災は33件あった。親族が集まる1月や春のお彼岸の3月といった時期に増える傾向があるといい、注意を呼びかけている。線香が火元となった火災では炎が見えない状態でくすぶり続ける無煙燃焼になることが多い。炎が見えなくても周囲のものを焦がすように燃焼がゆっくり進行している。そこに風が吹き込んだり可燃物と接触したりすると急に炎が上がって燃え広がる危険性があるという。福島県郡山市周辺を管轄する郡山地方広域消防組合は、こうした無煙燃焼への注意喚起のため18年に実験動画を公開した。火のついた線香が座布団に落ちてからその後に炎が燃え広がる様子を撮影したものだ。線香が燃え尽きるまで約45分かかったが、その時点までに座布団が激しく焦げている様子は見られない。ただその後数時間が経過するうち、座布団は全体的に黒く焦げ、煙も出続けていたところに炎が上がる様子が紹介されている。過去の火災では線香が燃え尽きて10時間以上経過した後で急に炎が出たことがあったといい、同組合の吉田武史さんは、炎が上がらないため線香は火種として認識されにくいが、決してリスクは低くないことを知ってほしいと指摘する。線香メーカーでも安全な使い方について情報を発信している。製造販売を手掛ける日本香堂は不燃性の容器を使う。近くに燃えやすいものを置かない。灰の中に線香の火種が残っていないかを確認するのを徹底してほしいと呼びかける。住宅事情の変化もあって狭いスペースで使う場合、燃えやすいものが近くにあるリスクは高まる。灰の中に火種が残っている場合、新たに備えた線香の株からも火がついて燃え、線香が途中で折れて香炉外に落ちてしまうケースも考えられるという。同社マーケティング部の鈴木拓さんは、線香を寝かせて使うようにしたり、香炉や仏具の周辺に不燃性のマットを敷いたりするなどの対策も有効。ハーフサイズの線香で燃焼時間を短くすることもできると話す。自民党や民主党で衆院議員を務めた田中真紀子元外相が2023年12月8日、国会内で開かれた政治改革への提言を求める会合で講演し、自民党の派閥パーティーをめぐる政治資金問題をはじめ今の政治情勢を、久しぶりの真紀子説で一刀両断ぶった切った。真紀子氏は2012年衆院選で落選後、国会議員を引退したが、政治に関する発信は続けてきた。講演の主な要旨は次の通り。
11年ぶりに永田町の土を踏みました。空気は相変わらずよどんでいるし、気な匂い、暗い感じがする。安倍バイ内閣ができた頃から日本は危ない方向に行くかもしれないし、国際情勢も大変厳しくなってくる。政治改革をかなり具体的にやらないといけないと思っていた。51年前に出版した日本列島改造論の復刻版を出すことにした。出しましょう出しましょうと世間からかなり希望がありますよと言われたが、今更田中角栄でもなかろうと思っていたが、この10年間くらいの日本の政治、国民の政治に対する意識、投票率の低さ、世界がこれだけ複雑に動いている中で日本は立ちすくんでいる、はぐらかしばっかりしている、これは大変なことになると思い、こちらからお願いした。51年前の本をこの春に復刻した。当時は92万部でベストセラーになった。今はこれだけ時間が経っているのに1ヶ月で全国の書店から平均400部の注文が来ている。間違いなく100万部になるという話だった。政治にみんな飢えているということ、投票率が低いのは困るんですよ。私は本当に政治はすごいものだと思って育ってきているし、今もそう思っています。政治は一番やりがいのある仕事、現実を夢に近づけられるのが政治。こんなに素晴らしい仕事はないと思っているが、とにかく意識がみんな下がってきている。政治には期待できないという声がある。国会議員は面白くない、エナチョコばかりと平気で言う人もいる。本来国会議員は尊敬され憧れられる存在でないといけない。やはり夢がないんでしょうね。天下国家への教示がない、そういう人が議員になっていることがおかしいと思っている。安倍さん以降、彼も含めて、安倍さんは同期で仲良しだったが、客観的に見て人として賞味期限が切れたような人たちが総理や閣僚、議員になっている。やる気満々で自分の夢を実現したい人がポストについていない。やはり熱がないとダメ。そういう人を集めるための勉強会を主人や上田先生や郷原先生や他の知識人の皆さんとずっと勉強会を行ってきた。別に売名でやろうとか新党を作って頑張ろうということは思っていない。田中さんには息子の雄一郎さんと娘の真奈子、真美子さんがいる。大学は慶応義塾大学経済学部を卒業しています。大学時代に交際していた女性と大学時代に結婚したことで母の真紀子さんと絶縁状態となった。現在は関係が回復しましたが、雄一郎さんが政治の道に進まなかったことも影響している可能性がある。大学卒業後は太田昭和監査法人に入所した。その後に公認会計士に登録すると独立して税理士法人トラストを設立した。真奈子さんは1974年生まれの49歳。大学は精神女大学を卒業した。卒業後は日本経済新聞に入社して広告局で働いていた。2003年2月に同期の販売局の男性と5年間の交際を経て結婚している。3月には旦那さんが米国西海岸の勤務となり、真奈子さんは会社を退社してロサンゼルスで暮らすことになった。しかし2004年には離婚して真奈子さんは帰国している。真美子さんは2012年に国交省のキャリア官僚と結婚している。しかし他の詳しい情報は見つかりませんだった。田中真紀子さんの3人の子供をご紹介しましたが、後継者として有力とされていたのは長男の雄一郎さん。天才政治家の DNA を引き継ぐ孫は3人。中でも雄一郎氏は真紀子さんが2002年に秘書給与流用疑惑で辞職した後から後援者の間では田中王国の継承者として期待されていた。田中家のファミリー企業である越後交通の元役員が開設するには角栄先生の若い頃に生き写しの雄一郎さんは慶応大学在学中に公認会計士試験に合格した英才。雄一郎さんが立候補すれば離反した元越山会の仲間も戻ってくるはずですが、肝心の本人が地元にほとんど顔を見せないのだ。あの田中角栄さんの生き写しとまで評価されている雄一郎さんですが、過去に雄一郎さんが真紀子さんが勤めていたお見合い話を拒否したことで関係性が悪化し絶縁状態にあった時期もあると言われている。
地元への執着がなく、田中真紀子さんとの関係性も良くない。現在の税理士法人の代表として、すでに50歳を超えていることから、これから政治家へ転向するというのは現実的ではないと言える。長女の真奈子さんも人前に出ることが得意ではなく政治家には不向き。そして次女の真美子さんは国土交通省のキャリア官僚と結婚し、結婚相手の父親が元大蔵官僚の政治家だったということもあり、一時的に真美子さんの夫を後継者にという話があったようですが、真紀子さんが乗り気ではなく話は進みませんだったということで、田中真紀子さんの後継者擁立は血縁からは生まれそうにはなく、まだまだ難航しそうだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。